書記局長、参議院議員の小池晃さんです。お願いします。皆さんこんばんは。日本共産党の小池晃です。雨の中、たくさんの方に足を止めていただきまして、市民連合の皆さんとこの場所で訴えることができる、本当にありがとうございます。隠蔽、捏造、そして解散、セクハラ、とんでもない政治ではないでしょうか。この間、野党は結束をして国会で戦ってまいります。そして明後日木曜日には柳瀬元首相秘書官の国会招致が実現をするなど、一歩ずつですけれども真相解明に向けて進んでおります。今日から国会での審議を通じて問題を明らかにし、安倍政権の内閣総辞職を迫っていく、その戦いが始まりました。力を合わせて安倍政権を倒そうではありませんか。麻生財務大臣は全く何の反省もしてないんじゃないでしょうか。セクハラ罪という罪はないんだ、事実を述べただけだ、今日もまたそんなことを言っています。あれだけ被害者を傷つけたことに対して国民の怒りが起こっているときに、何の反省もない発言ではありませんか。そして森友学園の財務省はその当事者であるにもかかわらず、文書の改ざんはどんな組織でもあり得る個人の問題だと言ってのけました。組織ぐるみの文書の改ざん、その理不尽なやり方に職員が自ら命を絶ったにもかかわらず、この発言はあまりにも許せない発言ではないでしょうか。皆さん、麻生大臣は大臣の資格どころか国会議員の資格が問われなければいけません。国会議員やめろ、そういう声を今こそ上げようではありませんか。柳瀬元首相秘書官は国会での追及に対して、記憶の限りでは加計学園、愛媛県今治市の人たちと会ってはいないとこう繰り返してきたけれども、官邸での面会を認める方向で調整するんだと言い出した。記憶を調整するというのはどういうことでしょうか。記憶というのはあるのかないのか、2つに1つではありませんか。あさっての参考人質疑でしっかり記憶を取り戻してもらって、そしてまさにあの加計学園の問題が首相案件だと、そのことを明らかにさせようではありませんか。自民党は盛りかけばっかりやってて、もっと大きな問題があるでしょうなんて言っています。しかし盛りかけ一つ解決できないような政治に大きな仕事ができるはずがないではありませんか。1年以上にわたって国会と国民を騙し続けてきた、このことに決着をつけることなしに政治の前進はありません。しかも問題は些細なことではないんです。イラク日報は海外で戦争する国のために戦場の真実を隠そうとして隠蔽をした。森友問題、加計問題はまさに首相の審査に関わる問題だった。そして働き方改革も安倍政権の唯一の今国会の目玉だけに隠蔽改ざんして押し通そうとしたんです。これらを曖昧にすることは日本の民主主義をダメにしてしまうことではないでしょうか。絶対に許されない。そしてこんなことをそのままにしたまま憲法を変えるなんていうことを絶対に認めるわけにはいかないではありませんか。イラクの日報を隠蔽し、国会議員に対して自衛隊の幹部職員が国民の敵だと言ってのける、 D
実力組織である自衛隊がコントロールできなくなっている、本当に危険なことだと思います。1932年5月15日当時の青年将校が5・1号事件を起こし、国民の敵というビラを撒き、首相官邸で犬飼剛首相を暗殺した。皆さん、こんな歴史を絶対に繰り返すわけにはまいりません。そして同時に、今はあの時とは全く違う市民と野党の共闘が広がっているではありませんか。この連休も全国各地で憲法を守れという声が広がったではありませんか。皆さん、今こそ嘘のない当たり前の政治をこの国で実現しようではありませんか。宣伝カーに嘘をつくな、公文書の改ざんを許さない、こんな当たり前のことを書かなければいけないような、そんな政治はもう終わりにしようという声をご一緒に上げていこうではございませんか。日本共産党は市民と野党の共闘の中で全力を尽くして頑張り抜く決意を表明して、このまでの訴えとさせていただきます。どうもありがとうございました。全力で頑張ります。よろしくお願いいたします。小池さん、どうも。